そうです、ね、もう時間がないのですぐに始めていきたいと思いますが、えっと、このは、えー、コメントに入る前にです、ねえっと、この財団のウェブサイトの右下の方にですに、ね、少し目立たないところなんですがこういう学校情報化診断システムというものがありますでこちらの方はあは各学校が情報化の進捗状況を入力していただいて、えー、こういうふうな形でチェックを入れてですねでその判定をするというものですであのこの研究校はすべてこれに登録していただいてますでその中で,で ですね、えー、顕著なデータの結果として管理職のリーダーシップと情報主任が、えー、情報化推進のキーパーソンとなるということがあの数値的にもここのデータで明らかになっています。ですすね、えー、地でいいいっった学学校校がこの青い中学校かなとううふうに思っていますで特にですねあのー、ちょっと下見ると、えー、管理職のリーダーシップの強い学校と、えー、弱い学校をまあ比べますとですね、えー、強い学校のパーセンテージがやっぱり合計でやっぱり2 程度高いい割合を示していますなのでやっぱり管理職のリーダーシップが強くて、えー、それに関してですね情報主任がそれを具体化しそして教職員のフォロワーシップがやっぱり効いている学校こういう学校がやっぱり研究の進捗っていうのが進みやすいのかなというふうに感じています。でそういう学校の下でですねこの青い中学校がこういうふうに成功している要因をですねいくつかここで示したいなと思うんですけどもやっぱりこの ICT 活用以前の授業規律の確率と 正確率的な指導からの脱却の工夫をまあ中学校として真摯に取り組んでいるっていうところが挙げられるかなと思います。実はですね、3月16日に研究授業をしていたり、7月16日に公開授業を研究会をまあ催したりということをまあこれまでやってきています。それでも全く生徒たちの学習意欲ということがぶれることはなくてですね、先生がもう準備した授業をもうそつなくこなしている様子が伺えました。まあこのあ やぱりそういうふうな基盤があるっていうことが1年目にして分かってきました。で行くたびにですねいろいろ掲示物であるとかそういうものに目を向けるとこれ中学校なんですけどもかなり細かく行事の記録をとっていろんな書き物作品を作ってですね一つ一つ担任の先生が細かくコメントをしていたりとかこれは社会科の授業だと思いますがちょっとこれは授業関係なかったのでもの あの。 創作的な活動を重視してですね作った作品をきちんと掲示しているでさらにあのもう本当にきれいな学校なんですがこれも美術の作品にも学校を入れてですねでその作品一つ一つにコメントが付けられているんですねこれがずっと廊下にこういうふうに飾られているということなのでやっぱり生徒作品の手厚い扱いっていうものも見て取れました、まあ、もう一つ言うとちょっと見えにくいんですがここに学級図書があってですねこれはそのあね 共通で読書をするというのがあって全部同じ小説を買って一斉に読むっていうようなこともまあ行っているということでやっぱりそれその授業に入る以前の学習基盤というものがものすごくあの確立されています。でさらにこの特徴的なのが「青いタイム」というものでこのようにまああの司会マニュアルがあってですね4人で話し合ってそれを発表してさらにこう一覧にしてですね、えー、みんなでこう協議を進めるで。生徒が司会をして みんなで意見を最後に集める。最後に ご公表お願いしますと担任の先生がまとめるっていうのことを行っている、まあ、だなので ICT 予想域ではない日常化した ICT 活用を目指そうというところとこ,ここまでの,あの学習基盤というものがよくマッチングした学校ではないかなというふうに今考えていますで今のまとめますとあの管理職のリーダーシップと教職員のフォランシップ予想域ではなく日常化をしようという、えー、先導の音ドに行っていますそして、えー、黒柳先生そこにおられでりますけれどもそれを具現化する状 のの手際の動きで今お見せしたような確立された事業規律とで先ほどの「青いタイム」と呼ばれるグループワークを専門に扱う意見集約の手法の全学年への浸透そしてそれを社会科や理科や国語でその手法を使ってみんなで話し合ってまとめて発表するというものが随所に取り入れられているところそしてもう各種生徒作品への配慮の行き届いた評価この辺が700名を超える生徒数の大規模校において成功しているあの 要因ではなないか残り30秒になったんで1点だけ課題をお示ししたいなと思うんですが今日お配りしたこの資料のところ1年目にはですね、えー、ICT の幅広い活用法と生徒が自ら求めて ICT を活用する場の追求というサブタイトルがあったんですがなぜか2年目取れてるんですよねこれ, <laughs> これ間違いかなと思うんですがあえて取ったのかどうかわからないですけどもこの2番目が非常に注目されるフレーズかなというふうに思っています。あの生徒 自身がですね学習場面おより課題解決に適したツールを選択し活用するっていうようなことがですねできるようになるっていうのがこれから来るべきタブレット端末一人一台体制とかの基盤になるかと思いますのでこれちょっと消えてるのを付け足してですねまたこれを課題として研究を進めていただけたらと思います。あどうもこれ終わりりまますありがとうございました